今ない〇〇を妄想する M8 招待招待, 招待二等兵の友人屋です。隊長です。隊長でございます、はい、ですね、うん、また引き続き、はい、時事男子、うん、オフィシャルということで、うん、前の動画で、うん、あのグッドモーニングっていう、うん、テレ朝の、うん、朝のワイドショーが、うん、ある医師の証言を、うん、全く真逆で、うん、真逆の意図として受け取られるような放送をしたよっていう紹介をしたんですけども、まあ、それを受けて、まあ、批判がバーッと湧いてですね、またテレ朝グッドモーニング内で5月12日にその謝罪をしたんですね。12日の放送で坪井直樹アナウンサーが結果として、PCR 検査を増やすべきと、その医師が主張してないにもかかわらず、PCR 検査を増やすべきだって主張している印象を与えたことに対してお詫びいたしますっていうのを流して、まあ収束したんだ、増やすべきではないって言ってたんですかね。医師はいたずらに増やすべきではないって言いました。たところでも、うまく編集して、ヨーロッパからはヨーロッパと比べると少ないっていう証言だけ出して、あと他の増やすべきっていう中に入れちゃったんです、そうしたことでこの人もそうやって言ってるみたいな印象を与える、はい、真逆だと報道になったと、はい、で謝りました、で、あ、終わったんだと思ったところ、同じ5月12日に、ラサール石井さんがですね、昼帯 TBS の番組内で、僕の噂では東京都で死者数10倍だというのを昼帯というその公共の電波で乗っけたわけですよ。根拠がない数字を、10倍です、噂を、僕の噂ではまあちょっと変な日本語なんですけどね、僕の噂、僕の噂なんだそれっていう、僕の噂では10倍、って言ってこれもまた燃え始めた、でこれを見て思ったのが、言葉である、書いちゃっていいですかね、いいっすよ、ラサール石井さんを見て思ったのが、インテレクチュアル・イエット・イリオット、ちょっと頭よく見えますかねこれあの、高学歴バカっていう言葉がアメリカにあるみたいです。僕は結構あの、すごい権威主義者、権威主義者っていうのは、まあ何て言うんだろう、要は学歴高い人を見ると全て偉いって僕ちょっと思っちゃうんです。なんか、なんでその選挙とかでも全部学歴出るじゃないですか。あの市議会選とかでも、何々大卒とか、で結構大学見て、あ、偉い人なんだって東大とか、そう、もう無条件に思ってしまうところが、よくあの堀江門さんも言ってますよね、東大便利だと、東大っていう肩書き、肩書きだけで、なんでそのドラゴン桜っていう漫画でも、東大以外はもう入れなくていいと、東大は便利なパスポートだみたいな、あって、それ、もうまさしく東大って聞くと、ああ偉いって思ってしまうんですけども、インテレクチュアルイエットイデオと、高学歴バカっていう言葉があるよと、はあなるほどと、そのまあどちらかというと、私あの、前のもっと前の動画でも、その私みたいな普通のバカと右翼っていうのは、その自分のアイデンティティを保つのに、結びつきやすいっていう話をあのしたんですけども、高学歴バカの人たちは結構左側にとても結びつきやすいのではないかなんてちょっと思ってます。どう思います？俺に振るな。左に結びつきやすいかどうかは分かんないですけど、はい、右的な高学歴も多分あたくさん、まあそれはもちろん、ただそのこのラサール石井さんがその根拠のない10倍って言った日に持ち上がったのが検察庁こう改正案、この定年を延長するよっていうのがツイッターで一時200万件でバズったっていう。しかしそれは直後にスパムだとしてツイッターからバンされて一斉に消えた、でもそれは例えばキャリーパミュパミュさんとか、まあなんか
いっぱいいましたよね。各芸能人、例えば高田信彦さんとかの反対相手、キョンキョンとかがみんなが一斉に反対相手になって、それがまたニュースに出ましたね。出ましたっていう。それも結局もともとはある一人が 何百件って夜中に上げて、まあ一人なのか数人が何百と上げて、それが芸能人にも広がって、まあ右寄りの方からは暇なんだよなんて揶揄される、でまあ上げてそれがニュースになった、でその人たちの言い分としては、今のこの時期にそんなことやってる場合じゃねえだろ、なんて論調だったんですね、でまあそれもなんかまあそうなのかなって思いながら、で今日今朝ニュースを見て愕然としたのが、安倍側の人たちが安倍さんを降ろしますと、桜を見る会で追及って書いてあったんですね、いやまさしく、それこそそんなことやってる場合じゃねえだろうって思ったんですよ。で思ってはってかつ僕がそこで思ったのは、これはもしかしたら例えば今僕たちがやってほしいのは、例えば10万円の配りますっていうのも1回だけだって花から思ってるんでしょう、もっとその10万円、ベーシックインカムを増やせよとか、いや消費税なしにしろ、そう 8% から 10% に上がって、この時はそのリーマン級のことがなければ上げる、そうで上がった、リーマン級ですもんね、そうリーマン以上のことが起こったのでいやじゃあ戻せよとかなくせよっていう声を上げてほしいのに、その検察庁法案の人たちが次に言い出したのが、桜を見る会で降ろすって言い始めたんですね、なんだこれは、で思ったのはもっとこの上の人たち、陰謀で、そこをお金を配れとか消費税なくせを言われたくないがために、この道をね燃やすところをこっちで作ったのかなと、あこっち行っていいよって桜を見る会で燃えてくださいと、バカな人たちと、高学歴バカな人たちと、火が、あの焚き火が欲しいんでしょ、いいよこれ燃やして、お金配りたくないから、ってやってる気がしたんです、陰謀だ超頭のいい政府の右翼、バカの右翼、バカの左翼を滑る頭のいい人たちが上の方から、ほれほれ燃やせ燃やせと、お金配りたくないから、でやってるのではと、陰謀ですこれはその陰謀は分かんないです、なるほど、僕は、そうピンとも来ない、はい、なるほど、共感できない、なるほど、そこでこうなんですかね、要はこう自民党がって話ですよね。高学、あ、僕の中では高学歴、高学歴バカな人たち。自民党の陰謀ってことですよね。が、あ、そうです。僕の中では自民党の超陰謀です。自民党の陰謀が、その、目をそらすべき、目をそらそうとして、そう。桜を見る会に、いや、これなら増やしていいよって。やってると。はい。でそこにまあまあと引っかかったいいネタを見つけた、バカと思うんですよ。でそこでこう燃やされてる、っていうことですよね。多分、あの月曜日のワイドショーは一斉にやり出しますよ。この桜が桜がってでやり出す。やり出す。で PCR 10倍ってやり出す。はい、すいません。っていう、でそれがまあ陰謀かどうかは分かんない。なるほど。そのなんか相反するところがあるかなっていう。相反する。自分自身を燃やしてるわけじゃないですか。ああ、そうですね。桜が。そうですね。僕が言ってるのは、自民党が自分自身を燃やそうとしてる。で、まあ、ちょっと小さなネタで燃やそうとしてる。そうそうそう。で、そこから行くと、またあっちに戻ると思うんですよね。盛りかけ？盛りかけとか、検察庁。はいはいはい。いや、ちゃうで、国民の声からすると、ちゃうだろうと。今 PCR 検査じゃなくて、いかに経済を、僕の会社のもう給料棒引き 40% なんですけど、どんどん生活が苦しくなっていくわけですよ。でこっちの話をしてほしいのに、わかりますよ。
なんかもう全然違うとこが燃え始めて、うんうん、っていうこのイライラ、うん、この評判上げるだけだったら配った方が評判上がると思うんですよね、自民党なるほど、なるほど、なるほど、うん、もう簡単に簡単に上がりますよね、うん、こんなことをしてくれる、まあ、そもそも国民が求めてたりするわけじゃないですか、その状態をこれは求めてますよね、うん、はい、そこに対してやった方が自民党の評判は絶対上がると思うんですよ、はい、頼りになる、はい、このコロナ収束の、はいはい、に困ってる人たちのために助けになるためにいろいろやってくれたってことで、はい、評判は上がると思うんですよね、はい、なのでやったらいいと思うんですよでも やりたくない、お金は出したくない、でだとすれば野党がそこを追及したら、追及っていうか野党がうちならやりますって言った方が、そう、なんでこれをやらないのかなと思うんですよ、ね、そこがバカだなって思うっていううちならっていうのは令和公金党なら、うちならこう30万配りますの方がよっぽど、そう、国民はついてきますよ、選挙で入れますよ、うんうんうん、やっぱこの市場自体に助けなきゃどうするんですかってところじゃないですか、そうなんです、ね、消費税をゼロに戻しますとか、はい、やった方が評判というか絶対こう国民のためになると思うんですよ、はい、でそのためのシステムをどんどんこう改善していきましょうみたいな話をした方がなんか建設的じゃないですか、建設的ですよ、うん、だけどそんな桜を見る会追求しててもアホかっていう、こう野党が偶然ですよ、もう野党がアホだなって思うんですよね、本当そうです、うん、って思ったのは、うん、あ、みんな高学歴なのにバカだなと思う、うんうんうん、高学歴バカだなと、どうやったら国民がついてきてくれるかを考えた方が与党も野党もいいと思うんですよ、でその主張があるのはいいんですよ、お金を配らない、それはこう将来のことを考えてお金を配らないから、まあ、今こうギリギリのところに抑えていくみたいな、もっと見てるんですよっていうことですね、うん、はい、っていうなんかポリシーを持ってやってるんだったらやってるでいいんですけど、はいはい、でそれに対してそういう桜を見る会とかで公示しても意味がないっていう、これはもう本当何なんだろうと思って、うん、で野党がやるとすれば、いやもう今は緊急事態だから配るべきだみたいなことを言った方が、でそれはこう絶対できるはずだみたいなことをこう野党が考えてやってくれればいいですよね、そうやれば、あとは国民がこう判断するべきところじゃないですか、はいはい、自民にするのか野党にするのかみたいな、はい、だけどもう桜を見るからもういいってっていう、これはちょっとワイドショーが、ワイドショーが見ものだなと、うん、マスコミは、まあ、ただあれですよね、ネタになりそうなところを報道してるだけですよっていう感じがにしては、うん、例えばその同じ5月12日にある自民党の議員が、うん、その例えば、中国の、まあ、尖閣諸島の領有権についてちゃんと中国に言うべきだっていうのを言った人がいるんですけど、ニュースでは一個もやらないんです、うんうん、そうでやるのは桜ですよ、うん、だからなんかあれですよね、中国とか韓国とかの顔色ばっかり伺ってる感じがするんですよね、マスコミ。あ、マスコミは。そう、本当それ、なんで、本当大丈夫かと。なんか、どこの国のマスコミだっていう。で、僕はどっちかというと、普通のバカなので、うん、どうしても右寄りにそうやって思っちゃうんですけど、うんうん、まあ、この高学歴バカな人たちはどう思ってるんだろうと。じゃあ、もう僕的にはこうマスコミは中立で。こうそういうのもやってもいいと思うんですよ、桜を見る会みたいなのをやるのはいいし、まあまあ、はい、だけどそういう中国のそういうのもちゃんとやりましょうよっていう、あ、両方やれよって、両方やれよっていう、はい、それがこうマスコミの役割じゃないのかっていう、うん、残念です、残念ですっていう、うん、時事談志、時事談志、ここがそういうのを発信できるネタがないですけどねでございました、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。